いやー、久保さん。IH のスライドショー、よう作りましたね。これね、ちょっと見たんですけど、すいません。これさすがに全部は見たんですけど、ちょっと見ました。で、思ったの、思ったことを今回のテーマにするんですけど、価値を作り出す方法ですね。で、これ僕見てて思ったのが、これマジで、あの、ネットワークビジネスのスライドショーだなと思ったんですけど、<laughs> ネットワークの健康系のスライドショーみたいなね。要はね、この、 ネタ的にぶっちゃけその IH となんだこの久保さんが作ったそのスライドのテーマが IH 調理器の危機器度この電磁波が健康害をもたらすっていう話じゃないですかでこれね面白いことが多分久保さんがこれをスライドショーを作らずこうなんですよこうなんですよっていう価値とスライドショーを作ってしっかりデータを見せてこうしてスライドしてって話す価値って全然違うんですよ 多分、スライドを使って、実際のデータを見て、見たりとかして、こういうふうに解説して、スライドでやっていく、こっちの方が価値が高いんですよで。逆に価値が高いから見てて面白いなと思うんですね。こう、面白くて。多分、これを、あ久保さんも重いなと思うんですけど、この、申し訳ないですけど、まあ、当たり、あ、どうでも、僕から、僕からするとですよ ih と非、どうでもいいんですよ。どっちでもいいんですけど、多分ね、そんなに気にしてないのかなっていう。うん。 だってもう ih 調理なんかはもう相当広まってるんでそのまあガスに比べるとまだ広まってない部分はあるかもしれないですけどあのやっぱそのデザイン的な部分だったりとかなんかまあ基本的にその ih ってあと家事もねそのうちの実はか実家も ih なんですよこれうちの母ちゃんがまあ認知症プラス え、うつ病、認知症じゃないのすいません。更年期障害か。更年期障害とうつ病がちょっと重なってる部分があって、その火、火をね、消し忘れることがたまにあるんですよね。で、それで危ないから、ね、ガス火つけっぱなしだったら完全火事になるじゃないですか。で、IH 調理器も火事の事例はあるのかもしれないけれども、ガスに比べると直で火で出してるじゃないですか。なんで、あの、IH の場合は、まあ、 止まるしし電気出しっていうところででに変えたんですよだからまあそのなんだろうなまあその IH 調理器に関してのうん,うんぼぼぼ僕はですね僕はそんなに申し訳ないですよどうでもいいっていうまあ中にはね全国の中にはあのすごく関心深く研究してる人がいるかのガスと。 IH の違いなんやろって研究してる人が全国の中にはいるとは思うんですけど一般的な中で多分考える人ってあんまりいないのかなってただこういうふうにスライドで見せられるとめちゃくちゃ興味深くなるんですよめちゃくちゃ興味深くなる、うん、だからこれはねあのまあそのよく出てきますけど芸人さんの中でもこの紙芝居風ですよねその紙芝居風で出す芸風のやつ ちょ,いちょいちょい出てくるじゃないですか。あれってすげえ効果的で、あの、見入っちゃうんですよ。あれね、見入っちゃうんですよ。だからさ、芸人の言葉の、トークが下手でも、紙芝居が上手いと、見入っちゃうんですよ。これはね、心理トリガーというかなな、なんかトリガーが発生してると思うんですけど、このなんかスライドで来られると、見、見、この見てしまうっていうね、面白い現象ですよね。そう。そうだから結構その、なんだ、 こののスライドでで話すすっていうのは効果的ですしあとはもう一つ僕の事例でこれはマーケティング用になるんですけどそのセールスする時ですねセールスする時にあのこれはね僕のテスト結果なんですけどやっぱねプレゼンテーション資料を作って動画作ってセールスした方があの制約率が高,く高いですなぜならこの見入っちゃうんでうんで僕がバーって喋ってるとちょっとしんどい部分があったりとかするんですよ だけど、スライドでバーってこう、淡々淡々言われると、こうパン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 入ってくるんで、しかも絵が変わるじゃないですか。で、こう喋ってる、まあこういうふうにやればね、ちょっと絵は変えられるんですけど、スライドほど絵変えられないじゃないですか。スライドだと、エフェクトでポンって写真出したりとか、データ出したりとか、ベペペンって出したりとか、いろいろできるんですよ。だけど、これだと絵が変わらないので、まあ、飽きるっていうのもあるし、だからスライドだとね、集中させて見させることができるんで、セールスはスライド、かなりいいです。うん。 なこれはねダイレクト出版さんの魔法のペンっていう動画があるんですけど、魔法のペンで調べてれば出てくるかな。これは魔法のペンですみたいな。それずっと使われてましたからね。今も使ってんじゃないですかね。魔法のペン。魔法のペン。これ非常に出てるあのあ。まだありますね。魔法のペンで検索していただくと、YouTube で魔法のペンで検索していただくとあの出てきますで。これがすごくあのよく作り込まれていますね。うん。そう。 これすごく作,る作,り作,り作,り作られてるかなっていうところですね。うん、見えちゃううっていいストーリーリ性で、うん、はい、ということで、えー、く久保さんの動画 IH の動画どうぞでもこれねちょっとまあいいやとりあえずどうぞ、はい、今回はですね2つに動画を分けてお送りしますけども1つ目この前半の動画はあ次にお送りするスライドショー25分ぐらいの動画の前振りになってます。<laughs> ちょっとね、くっつけなくて申し訳ないんですけども、お次の IH 家電あ、そうですね、テーマはね、IH 家電なんですよ。IH 家電から出る電磁波は本当に危険なのかってことで検証したんですけども、まあ、私がすぐ,にすぐに思ったのはね、IH 家電がもしね、市場に出てるものが危険だったら、その家電を開発している会社の人は全員死に耐えてるんじゃないかなというふうに思ったんですよ。よくありますよね、雑誌の最後のページとかに、ここにブレスレットをね、つける。そのブレスレットの原石ってのは、ものすごくね、 インドの山奥で撮ってきたんですよみたいな感じで、インドの山奥にね、こうやって旅をしている、その社員みたいな人がね、こう映ってたりするんですよ。山奥に入ってる社員みたいな人が。で、その人たちが、その幸運の石を念を込めてね、現地の人で。念を込めたのを日本に持ち帰って、それをブレスレットに加工して、皆さんのところにお送りしますよみたいな雑誌がありますけども。ということはね、そのブレスレットを作ってる会社って儲かってしょうがないはずなんですよ。でもブレスレットを作ってる会社なんか定期的に潰れてるんですよね。どういうことかなと、言うことがあるんですけども、そこから応用して、 IH 家電とかね携帯電話から出てる電波が危険だっていう方いますけどもじゃあそれを研究してる人とか研究,し研究所とかね研究者とかそれからそれを販売してる販売店ですよねテレビからもなんか電磁波が出てるらしいですけどもじゃあテレビを売っている量販店の 店員さんってみんな死ぬんじゃないかなとか思っちゃうんですけども、そういうことを考えた動画をね。この動画の後にリンクつけておきますので、見ていただければと思います。それでは吉谷さんまた会いましょう。はい、今回はですね。ih 調理器の危険度ということで、タイトルでお届けしますけども、まあ、いわゆるね。電磁波がどのぐらいの健康被害をもたらすのかなってことをまあ、考えていこうかなと思っております。まあ、当然ですけども、このスライドショーでですね。何か一定の結論を出そうとか、誰かに対してこういう風うに。考える とといいいうことではなななくててかからないから調べみみるみたいなねそんなことの繰り返しで私の人生もできておりますので今回もですね我が家をリフォームするにあたっておそういえば IH 調理器って。 どうだったのかなとかね。私実はね、あの、訪問販売の事業者として2005年前後に、この IH の調理器ってのはね、結構40台ぐらいつけてるんですよ、うん。で、その時にもやっぱり同じようなあ研究とか考察とかあったわけなんですよね、うん。まあ、でもその時のことはだいぶ古いんで、あれからもう20数年経ちますんでね。また新しい気持ちで、えー、今回、えー、このね、スライドショーっていうのを見てみてください。それでは続けます。はい。えっ、ー、と、電磁波論ですね。 えー、新技術導入の迷信と真実って書いてますけども、新しい科学技術が家庭に入るときって必ず起きる論争なんですよ。はい。例えばこんなもんがあります。蛍光灯ってのがあ家庭についたときって、蛍光灯がね、体に危ないんじゃないかっていう論争があったんですよ。今ではそう笑っちゃうでしょ笑っちゃうけども、今度は LED が人体に何がしかの影響があるんじゃないかってことを言い出す人もいるんですよ。ね LED どうなんですかね。次、ラジオですね。 多くの方がもうご存じないと思いますけどもラジオが家庭に普及する前もこの論争はあったんですよラジオから出る電波がね人体に影響を及ぼすんじゃないかっていうふうに言われてたりとか健康被害があるんじゃないかっていうふうに言われてたんですよ当時は本当にそういうふうに信じられてました まあ、多分印象がない方はカメラが魂を取るみたいな話を聞いたことがあると思うんですよ、本当に今でこそ笑っちゃいますけども、も当時は真剣にそういうことを論じられたりとか、ですねそれこそねラジオとかカメラを叩き壊す人も出てきてたんですよ。 はいテレビ <laughs> そうですねテレビを見るとバカになるとかテレビを近くで見ると脳が悪くなるとかねそんなことをね言われて育った方もいるんじゃないでしょうか特に昭和30年代40年代に生まれた方っていうのはテレビを近くで見るとテレビの電波がブラウン管から出るものがね、えー、脳に悪いよとか言われたかもしれないですねあれはただ単にお父さんお母さんが子供にテレビを見せないようにするためにあんなことを広めたんじゃないかなと私は思うんですけどどうですかね 次、えー、電気冷蔵庫。まあ、冷蔵庫ってのは氷を入れるタイプのやつが昭和の10年代、20年代にあったのと、途中から完全に電気の冷蔵庫、今で使ってる方ですよね。ああいうのが出てきましたけども、あれも普及するときに、あの電気の冷蔵庫ってのは本当に大丈夫かみたいな論争あったんですよね。はい、えー、と、掃除機ですよね。 掃除機からも電磁波出ております。えー、どうでしょうかあダイソンの掃除機もね、サイクローンとか言ってやってますけども、今ね、掃除機を怖くて使えない人、放棄を使ってる人っていないんじゃないかなと思います。今、だからといってね、掃除機から出ている電波が無害だということはないですよ。はい、えー、電子レンジです。よく引き合いに出ますよね。電子レンジを使うとどうこうこどうこうありますけども、これをね、本当に電子レンジが危険だっていうふうな、 考えだと、コンビニのバイトはすでにできなくなっちゃいますよね。レンジ温めますかっていうのできなくなっちゃいますよね。あれ、場合によってはレンジ2台とか同時に動かしてるじゃないですか。じゃコンビニでバイトにするとって、放射線被害とか受けちゃうんですかね。まあでもわかんないですよ。あの、やっぱり10年、20年っていうスパンで使ってくると、どうなるのかなってところですから。今回のスライドショーっていうのは本当にね、結論を出すんじゃなくて、一個一個考えてみようと。今まで私たちが、 科学技術とかね健康被害ってものに思い込みとかね迷信とかあと科学的な裏付けなしに論じてきたことはなかったかなみたいなことなんですよ携帯電話ですねやっぱり最近の問題ですけども携帯電話って使い始めたばかりのような気がしてますけどももう30年ぐらい使ってるんですよねどうですかね10歳で使い始めた人は今40になってます20代とか30代で使い始めた人はもうねもしかしたら年金をもらう時代になってるかもしれません そうなった時に、どうですかね携帯電話のおかげで、今はスマホですけども、なんかありましたかねちょっとわかんないですよね、まだね。はい。ということで、えー、全体的に見るとお、いろんなことはありますけども、日本人の平均寿命は伸びています。もちろん、世界でもそうですけどもね、平均寿命ってのは伸びています。健康被害があるないにもかかわらず。そして先ほど申し上げましたけども、あれ携帯電話ってそういえば30年使ってるよね。 っていうことに気気づくんですよで、すよ原因不明のの病気や健康被害は確かにあります、うん。確かにありますよね。だからあの、心配になる気持ちは分かりますし、実際に何かから因果関係があって健康被害出てるんでしょう。で、切れやすい若者とかね、精神疾患が確かに増加しています。そういうのはありますよ。 うん、でもね、やっぱりこれっていうのは、すぐに、えー、これのせいだっていうふうに結論を結びつけるんじゃなくてあ、何かこういう現象があるなと思ったら、やっぱり考えて調べていくっていうことを繰り返すことの、その向こうに答えっていうのはあるんじゃないかなと思います。今のところ、まだ何の答えも出てないのかなと思いますけども、次、えー、じゃあこう考えてみてください。工場勤務の方、ね、電子レンジを作ってるとか、テレビを作ってるとか、蛍光灯を作ってる、電子レンジ、携帯電話を作ってるっていうふうな、工場勤務の方とか、 毎日ね、えー、テレビをガンガンに流しながらとか、IH のクッキングヒーターを説明しながら働いている、それこそね、その業界20年、30年の販売店の方々ってどうですかね。 え、やっぱりそう、なんかおかしくなっちゃってるのかなってことですよ。で、あの、やっぱりね、あの、こういうことも考えていくんですよ。そもそも新型家電の研究者の方、どうですかね。世の中に IH クッキングヒーターとか電子レンジとか出てきますけども、これが出るまでに、やっぱり数十年の技術革新とか開発研究とかしてるわけですよ。それこそ一日に10時間ぐらい家にも帰らずに、あの、電磁波を浴び続けてる、そういった研究者の方って、もうみんな死んでしまったのかなって考えたときに、 そうではないかなって気はするんですけどねはいブルーライトってのもなんか有害だなっていうふうにパソコンの,あの画面から出てるやつですよねでも実際どうですかね気が付いたら何十年もパソコンの前にいるんじゃないかなと思うんですけども何かおかしくなりましたかねで IoT ってのもこれから出てきます当然ですけどもあのインターネットがあらゆる家具にね、えー、接続されると家電に接続される時にやっぱりそれはね強力な電波を使ってるんじゃないかみたいなそんな懸念もあると思うんですよだからそういうのも一つずつ紐解いていきたいなと思います はい、5G ですよね。3G が終わって、4G がいよいよ 5G に切り替わって、研究では 6G までね、6G まで今展開されてますけども、こうやって 5G っていうのも一体何なのことなのかって分からないまんま危険なんじゃないかなっていうふうなね、そういうふうな、ああ、まあ雑誌の記事とかが随分流行ったりするんですけども、実際どうですかね、5G を作り出している研究者の方って、それこそ 2D とかね、3G のあたりからやってるわけですよ。そういうふうに数十年も、 5G をああでもない、こうでもないとかやりながらね、えー、もちろん間違った 5G 以外の影響も受けてると思うんですよ、研究の段階では。じゃあ、そいつたちがどんな健康被害を受けてるのかなって考えたときに、それの全てをね隠蔽してるのかどうかってこととか、5G を研究してる方が転職された後にね、いや、前の職場ひどかったよとかっていう話があれば別ですけども、ちょっと今のところ耳に届いてないかなっていうところで、まずは、あの、事実をいっぱい並べてみて、冷静に比較検討してみましょうってことをね、私はやっていこうかと思います。 じゃあですね事実を並べるときに大事なのが国際基準と国内基準というものを電ャーに関して調べるそういった、ね、ことがあると思いますこれ調べた方いますかねえー、と私はねの国際機関基準 ICNIRP 国際非電力放射線防護委員会っていうところをー、まあ、ホームページを見てですねいろいろと見,見ていく中でこういうことが分かりました。 えー、200マイクロテストラっていうものが一応ですね、えー、基準になっていますよと。うん、家電を作るときとか、それこそ IH クッキングヒーターを作るとき、電子レンジを作るとき、携帯電話を作るとき、えー、これ以上の電磁波を出すものは作っちゃいけませんよ、販売しちゃいけませんよっていう基準が200マイクロテストラあ、2000ミリガウスとも言います。これをよくね、意識しておいてください。じゃあ、国際基準は分かった。でも、日本の基準はどうなんだと。 国際基準より緩いんじゃないのかなと思ったら逆で、やっぱり日本ってのはね、あらゆる基準を国際基準の10倍ぐらい厳しくしてるんですよ。見てください。日本で販売していいよーっていう風な家電とかね、えー、いろんなものっていうのは、27マイクロテスラに限られてるんですよ。270ミリガウスです。ほら、国際基準の10倍ぐらい厳しいでしょということは、日本で危険だったら世界中でもうとっても危険だよってことでも言えると思うんですよ。次行きましょうか。 そうなんですよ。総務省がこのレベルまでのようにしてくださいねって言っても我が社はもっと安全ですみたいなことをアピールしたいんで民間業者っていうのは総務省のレベルよりももっともっと厳しいものを販売するんですよその基準がもうすでにですね0.27マイクロテスラねもうね1マイクロテスラ以下なんですよでこれをガウスに直すと3ミリガウスというね ほとんど出てんのか出てないのか分かんないような状態のものじゃないと民間業者ってのは販売してこないっていうことがねここで分かるんですよねはい国際基準と比べてみてどうですかね1万分の 1?1000 分の 1?1000 分の1か1000分の1ぐらいの厳しさまでえー、絞ってますよねすごいですねやっぱねこう考えてみると日本の基準っていうのははいそしてもうちょっと続きを見てみましょうか じゃあ実際に民間業者はこのレベルで研究開発商品作りをしていますけども私がですね今度購入しようと検討しているものもちろんガスも検討してるんですよで IH クッキングヒーターだったらどのくらいのレベルを買おうとしてるかっていうと、えー、これ実際に検討している商品は1ミリガウス以下のものですこれはですね2008年以降の製造のものはほとんど1ミリガウス以下の 電磁波の放射になってますんで国際基準から見るとどのぐらいっていうと2000分の1以下なんですよどうですかねこのぐらいのものだったら人体に影響があるっていうのはなかなかねあるかもしれないですあるかもしれないんですけども一応このぐらい厳しく私は製品を見ているっていうこととすでにですね民間業者も2008年以降の製造している IH クッキングヒーターに関しましてはえば1ミリガウス以下のものばかりを出してきてるんですよ ね、だから、いわゆるね、健康被害があるんじゃないのっていう風に噂されるだけでも商品売りにくくなるんでこのぐらい厳しくしてるってことなんですよ、まあ、それでもね1 m ウス以下っていうのが健康被害に重大な結果を見いだすかもしれませんからまだ安心できませんよだからこれはね IH クッキングヒーターが安全ですよって言ってるわけではないんですよ結論を出すものではないですからとりあえず調べれる限りの現象を集めてみましょうっていうことですからね次行きましょうかはい 生活家電ってていうタイトルで出てます。これは何を書いているかというと今多くの家庭に入っている生活家電の中で電磁波が発せられているものばかりなんですよ実はそれの一覧を出してみようかなっていうところです一覧表はちょっと後に右側に出てきますまずは、えー、とランキングを出しますねドルーン危険度ランキングナンバーワン家庭家電の中で電磁波がむちゃくちゃ出てむちゃくちゃ危険なものが果たして どんなものがあるでしょうか ?IH クッキングヒーターでしょうかそれとも電子レンジでしょうかバーン電動マッサージ機。いや、めったにないですね、これ電動マッサージ機がある家っていうのは。まあでもね、電動マッサージ機、あのー、ある家庭にはあると思うんですよ。椅子に座ってグイーンってやるやつ。皆さんもね、家電量販店に行ったら絶対試すと思うんですけどあの気持ちいいやつですよね。寝ちゃいますよね。あれがですね、実はね、ものすごい電磁波出してるんですよ。だから、全身に、 電動マッサージやってるようで、電磁波を浴びる、有害マッサージ機なのかもしれませんよね。<laughs> はい。ナンバー2、どれでしょうかナンバー2は使ってる方多いと思いますよ。ドン。電動歯ブラシ。そうなんですよ。電動歯ブラシ、口の中に突っ込んで、むちゃくちゃ危険なことをしてるんですよね。だから、歯磨きの時間はね、なるべく短くしてくださいね。えー、ナンバー3行きましょう。ダーン。さあ、いよいよ、クッキングヒーター出るでしょうかドン。違います。便座です。そうなんですよ。 トイレから出てる電磁波って意識しないですよね。強いんですよ。どうでしょうから、こんなの議論になりましたいやー、調べてみると、だから面白いもんがわかりますよね。じゃあ、一覧表出してみましょう。こんな感じです。ほらあ、あと、電気マッサージ機っていうのが手持ち型ですよね。だから手持ち型のちっちゃい、肩叩きでトントントンってやつ。あれ、電磁波出てますからね。あれ、危険ですよ。次、電動歯ブラシ。 電動歯ブラシもね、これだけ太いですよね。で、温水、えー、洗浄便座。ね、トイレですよ。トイレとか。あとね、その次に来るのが電気カーペットです。電気カーペットは滞在時間が長いんで、特に危険なんで、電磁波気にされる方は電気カーペットを捨ててください。こたつにしましょう。あ、こたつも出てますね。確かこたつもね、なんかね、体に悪いみたいなこと、赤外線が悪いみたいなこと言う人いましたけども、まあ掃除で。 えっと、ICNIRP ガイドライン値に対する測定値ということで、どのぐらいをオーバーしたら考えた方がいいのかなっていう数値が出てます。それはですね、赤い線で100って書いてますよね。この100を超えるものに関しましては、あちょっとそれは健康被害があるのかどうか調べた方がいいですよっていうふうな軽いガイドラインがあります。えー、っと、一般的にこのね、我々の生活の中に入ってくる家電で、100に迫ってるものって何かありますかねお 電気マッサージ機ですか。そして電動歯ブラシ。温水器便座。あ、便座ですね。で、電気カーペット。えっ、ー、と、肝心な IH 調理器はどこにあるのかなと思いますと、上から2番目ですよね。これです。えっ、ー、と、炊飯器よりも、うん、危険度は低いということですよね。で、食器洗い乾燥機は、あの、IH 調理器以上にわずかですけどもね、危険度が増しているってことがわかるかなと思います。えー、次行きましょう。で、 健康被害よりもね、火災リスクはどうなのかなそうなんですよ。あの、IH クッキングヒーターって比較するものとしては、ガスにするか、IH にするのかっていうところが一つの迷い口だと思うんですけども、じゃあガスにした時に本当にね、健康被害はないけども、火災リスクってのがあるんじゃないかっていう、そういう心配ありますよね。じゃあどうでしょうかドン。はい。なんとね、IH クッキングヒーター、ほとんど火災は起きません。でも、多少起きてます。 ガスコンロの場合、火災の件数、報告されているものが、だいたい15倍ですね。だから、電磁波も危険だよって考え方、もちろんあります。でも、火災も危険ですよね。家が焼けちゃって、消費してしまうんですよ、人が。そういうことを考えたら、健康リスクも火災リスクも、両方考えながら、どっちにしようかなってことをね、検討しなければならないのかなと思います。もちろん、ガスコンロっていうのは火を使いますんで、 やっぱりね火事の危険あるっていうのは誰でもわかると思うんですけども IH クッキングヒーターもまだね歴史が浅いですから見えない危険っていうのにやっぱり目を向けていかないといけないのは私も同じ気持ちです次いきましょうその他「ガスと比較して考えた」っていうタイトルですけども要するにねそろそろ考えをまとめていこうかなと思ってるわけなんですけども単純にガスをリフォーム後に入れるのと IH をリフォーム後に入れるのと、どんなメリット、デメリットが考えれるかな、というのをちょっと一覧にしてみました。一つ目。子供が使う日が来るかもしれないことを考えると、IH は安心だな、っていう面が、私にはありますね。例えば安全面もそうです。だから火傷どすることはないと思いますし、それによって火事になることもないと思うんですよ。安全面ですね。それから文化面。要するに、世の中は IH クッキングヒーターがものすごくね、拡散されてるんですよ。で、そういうことを考えると、 ガスで育っちゃって社会に出た時に IH クッキングヒーター初めて触れる時にね、戸惑いがあったりするかなとかね、そんなことを考えちゃいます。まあそれはそんなに深く考えなくてもいいと思いますけども、次が肝心なところなんですよ。IH クッキングヒーターのちょっと先には IoT っていうのがあります。IoT を今度導入するときには IH クッキングヒーターになると思うんですけども、ガスは IoT と繋がる可能性が非常に低いんですよね。そう考えたらこれからの時代のことを考えると、トータルで見るとね、 もちろん健康被害のこともあるんですよ。あるんですけども、それを抜きにすると、やっぱり IH を使った方がいいのかなっていうふうに考えられるところもあります。次。片付け、掃除の手間による人生時間コストのロス。これはどういうことかっていうと、ガスって掃除がむちゃくちゃね、手間がかかるんですよ。力もいりますし、えー、部品の交換も頻繁に起きてきますから。 そうなった時にそういうものを奪われる時間とかね、掃除とか手,間手入れに奪われる時間とか、あお金とかを考えると結局人生短くなっちゃうってことを考えたらどうなのかなってことですよね。はい。で、えっ、ー、と、これはあスライドショーにも出しましたけども、どうしても IH の電磁波を気にするんだったら電動歯ブラシも携帯電話も考えていかないとしょうがないのかなっていうところはあるんですよね。うん。まあもちろんね。でも色々使っててるからせめて IH はやめて、ここの部分だけは、台所だけはもう電磁波のないガスにしようかなって考え方もありますんでね。まだ私も結論出てません。はい。えー、IH で癌になったという噂はあるが、科学的な因果報告はない。そうなんですよね。IH が原因で病気になりました、癌になりましたっていうふうな、正式な医学的根拠はないんですよ。ただなんとなく気持ち悪いから、最近体調が悪いのはこれのせいじゃないかしらっていうのもあります。で、その不安に応えるために、 えっと IH の電磁波を遮断するエプロンが販売されてるのも事実なんですよでそうなるとね販売されてるからやっぱり害があるんだっていう人も言い,い始めるんでうーん,なんかね二点三点するとこですよね次、えー、不明確な健康被害情報になびくには利便性の低下が大きすぎるこれどういうことかっていうと確かにね あの電磁波の問題は無視できません。私もこれからも考えていきます。でも、おそれを引き換えにあのガスにすることによって失うものっていうのは相対的に多いんじゃないかなって考え方もあるんですよね。はい。えー、で、これからね、ここからはね、私が個人的になんですけども、すごく、うん、これはね、なくしたいな、なくしたくないなと思うことです。それはね、ガスの方が火力が出やすいから料理が楽しいんですよ。やっぱりね、ガスで、 あの鮭とかに焦げ目つけて食べたいわけですよね魚を美味しく焼きたいからガスがいいこれもちょっと捨てらんないんですあの電磁波どうこうよりも美味しく調理ができるのは私は未だにガスじゃないかなと思うんですよガスで育ってきたんでガスであらゆる料理をやってきましたんでねだから IH ってのは使ったことがないんでもしかしたらなんか美味しくできないんじゃないかなって気もしますよね はい。で、IH、調理器に対して新しい被害原因が発見される可能性はガスのそれよりも高いっていうのは、要するに IH って歴史が短いんで、実際にどんな被害が出ているのかってことを探るのは、これからになるんですよ。これから20年、30年使ったユーザーが、1万件、2万件、10万件という報告を受けて、ガスとの比較が始まるんですけども、ガスのいろんなね、デメリットは報告されてますけど、 この IH に対してのいろんなね、えー、根拠ある害っていうのはまだそれほどデータが多くないんで単純に比較ができないんですよねだからそういった意味でも今ガスと単純に比較できないところが大きく残るんで、えー、いろんな事実とか現象とか感情とか先入観とか込みでどっちにしようかなって考えていくところではないかなと思いますはいでえっ、ー、と一番のデメリットこれからお話しします IH にすることによる一番のデメリットは、これなんですよ。今まで使ってた鍋とか、やかんとか、使えなくなって IH 対,対応ってやつに全て買い替えないといけないというね、金銭的なロスが生じます。いや、これがでかいです、結構。だって IH の対応のあれですよ。これ食器って高いんですよ。ねえ。どうしましょう。はい。 で他にもあるある健康被害って書いてますけどもどんなもんがあるかなとはい、えー、これね IH に限らず我々はどんな健康被害に囲まれてるかってことなんですけども食品水源っていう書いてますよねだからこれはねあの野菜とかお肉とかっていうのは必ずお水を使って私たちの食卓に上ってきますよね家庭の水じゃないですよ生産者の水ですそういったものに関してまして私たちはどうすることもできないっていうね問題を抱えてますよね だからそこをどうするんですかってことを言われたらどうしようもありませんってことなんですよ一番気をつけないといけないってことなのにね次放射線汚染ってものがあります産地によっては放射線濃度が強いところ弱いところありますし放射線には敷居地がないって言われますよね少しでもあったら危ないんだよってことを言われますかといってね放射線濃度がゼロのものっていうのは地上にはないわけですよでそうするとじゃあこの問題は私たちは無視してますよねってことなんですよ線量を測りながら買い物する人っていないですからね はい。有害ビタミン。そうなんですよね。食品の中に入ってる栄養素もいいものばかりではないんですよ。中には、あ血管を詰めたりね、えー、いろんな健康被害をもたらすものが食品そのものにもう入ってるってこともあります。飲料水。水には、水道水には、鳥ハロメタンってものが入ってますんで、すべてのものは加熱すると、発がん性の物質に変わる可能性が非常に高いんですよ。プラス、ミネラルウォーターってのがありますよね。ミネラルウォーターって、 実は水道水よりも安全基準低く使われてますんで実はミネラルウォーターの方が水道水よりも危険な面ってのが多いんですよね危険な面って言っても別に水道水飲んだからといってミネラルウォーター飲んだからといってじゃあそれによってねな,なんかこう体壊した人なんてごく少数ですよ本当に数字のうん根拠にもならないぐらい少数なんでまああまり気にせず東京の水だろうがどこの水だろうが飲みゃいいんじゃないかなと思いますけどね次赤く書いてます 健康被害で最も私たちを悩ませるのは貧困なんですよお金がないことによって選択肢が狭まれてこの水を飲まざるを得ないこの食品を食べざるを得ないっていう状況が最も危険だなと思いますよねだから貧困を脱してですね選択肢を増やしてどの国のどのものを食べるかっていうこととかを選べるようにしないと本当に選択肢少ないままでは健康被害がここはね広がる一方かなと思っちゃいます、まあ、精神ですよね これ、ね、あの日々豊かに楽しくあまり細かいこと気にせず生きていかないと精神からやっぱり病んでしまうってこともありますんで、えー、今回はね IH のこととかガスのこととか比較して申し上げましたけども、うん、まあ私が思うのは根底にはですね小さいこと気にせず生きるってことなのかなと思うんですよ、うん、次肉体ですよねもちろん体も鍛えていきましょう 怪我をしてもすぐに回復するような体とか、少々ね、落ちたものを食べてもお腹を壊さないようなあ内臓の鍛錬とかね、そういったものができるんではないかなと思うんですよ。この貧困精神肉体に関しましては、特にコストがかかるわけでもないですし、えー、なんかね、できることが日々の暮らしの中でも多いと思うんで、私はその辺をね、一番に考えていっております。はい、えー、これ家族のね、写真が写ってますよね。うん、だからね、 家族で楽しく暮らしていくこと幸せを感じながら感じさせながらこう日々暮らしていくことが多分 IH だとかガスだとかね水だとか食べ物とかっていうのをもうねそんなもんちゃんちゃらおかしいぐらい私たちの暮らしを豊かにそして体を健康にしてくれるんではないかなと思いますけどもいかがでしょうかねあの家族ってもの家庭ってものがなんか癒しの場にならないといけないのにそこで争いが起きたり旦那さんが憎いとかね奥さんが邪魔だとかっていう関係はやっぱり もうう IH ところじゃなないかなと思うんですよやっぱりね私たちは人によって励まされて人によって癒されて誰かのために生きていくことによって内側から幸せを感じるそんなね、えー、生き方ができるんじゃないかなというふうに今回まとめさせていただきます、えー、ここまで2019年9月16日にまとめましたけどもあのはっきり言ってね IH のことをまだまだ分かんないです分かんないんで私もあの家電をどうするかは決めておりませんし ただ IH っておすすめがあったり、ガスの利点があったりとかってね、うん、大きくはこの2つの中で1つを選ぶようになると思うんですよ。で、もしね、IH で不具合があったら別に取っ払ってガスにすればいいと思いますし、最初ガスにしといて IoT が導入されたらその時にまたリフォームすればいいかなとも思ってます。まあそういうのも込みでね、えー、いろいろと選択肢は固定するんではなくて、いつでも選び直すことができるよっていう前提に、 いろんなものを見ていければなと思います、えー。皆さんもね、いろんなご意見あると思いますんで、えー、聞かせていただければ非常に助かります、えー。必ずしもね、どっちかに決めましょうとか、私がこう思ってるんであなたもそう思いなさいっていう、そういうふうなね、理屈の押し付けとかっていうのは必要ないと思うんですよ。ただお互いに学び合えると思いますので、私たちはね、えー、こういうふうな考え方もあるよとか、こういう説もあるよとか、こういうふうな実験結果も出てるよみたいなものを、あのー、取り交わしてですねあの、考えるっていうのは悪いことじゃないと思うんですよ。 うん、最も良くないのは考えないってことなのかなと思うんですよ。考えずに鵜呑みにしてしまうとかね。誰かが言ったからこうなんだっていうふうに、完全に固定観念と先入観でやってしまうと、本当にとんでもないことになってもね、もう取り返しがつかないと思いますんで、すべては自分の明確な意思を持って選択できるということをね、忘れないようにしたいと思います。えー、これからもね、いろんなことを考えていけるような、そんな速果軸の放送ができれば幸いです。皆さんありがとうございました。